僕のおじさんは、日本の大文社より出版された、北森尾による小説、及び、それを原作とした、テレビドラマ、または、日本映画。小学生の、僕、雪男が語る、雪男の父の弟、おじさんとの日常を描いた作品であり、児童文学。大文社の雑誌、十二時代で、昭和37年5月号から翌昭和38年。 中3時代4月号まで連載され、オーブン社ジュニア図書館から1972年11月20日に発売された。その後1981年に新調文庫として発売。絶版状態だったが、映画化に伴い2015年12月に新調文庫で記念復刊している。表紙と挿絵は和田誠。発売当時の挿絵はカラーで収録されている。 後書きによれば、単行本化が遅れたのは、本作の後に執筆された長編ユーモア小説、高見の見物に、本作のエピソードの一部を流用したためであるが、少年向けのシリーズである、オーブン社ジュニア図書館から刊行されることになり、大人向けの高見の見物とは、読者像が異なることから、単行本化に踏み切ったのだという。また後年に、 北森を全集第9巻に収録した際には、北は中学生雑誌に書き殴ったもので、恥ずかしいから本にしなかった。だが、ずっと後に、大文社の子供ものシリーズに本にしないかと頼まれた。時、それなら一般読者は読まないだろうと思って承諾した。今、読み返してみると、高見の見物とはまた違った趣きがあって、残しておいても良いような気もする。同じ頃書いた、 船乗りくぷくぷの冒険に比べるとずっと劣るがとも、コメントしている。兄の家族と同居していた自分の独身時代をモデルにしているが、他に少年時代に可愛がってもらったおじ、斉藤米国の追憶も投影されている旨が後書きに記されている。時代設定はそのいずれでもなく、連載時の現代となっている。オーブンャジュニア図書館での発売当時は、小学5.6年。 中学向きと書かれており、全国学校図書館競技会選定図書となっている。1974年に NHK の少年ドラマシリーズで実写ドラマ化、2016年に山下敦弘監督、松田龍平大西都市空襲園で映画化された。僕のおじさんは30歳をとっくに過ぎているのに、独身で兄の家に居候をしている。本職は、 大学の臨時講師なのだが、ぐうたらでだらしがなく、暇を持て余しているくせに、宿題は見てくれないし、動物園にも連れて行ってくれず、スポーツもできず、お小遣いは自分が欲しがるほどで、友達に自慢できるところが何もない。おまけにいたずらが大好きで、家族みんなを巻き込んで、大騒動を起こしたりする。そこで無理やりお見合いをさせられたのだが、趣味は、木魚ですなどと、 ひてれな発言をし、相手にバカにされて、失敗に終わった。そんな、おじさんは、ある日、外国旅行を決意する。ところが、その手段というのは、商品が海外旅行になっている検証を当てる、というものであった。そのために、おじさんは、検証付きのウイスキー、風船ガム、コーラ、チョコレートなどを大量に買い込み、兄の一家にもそれを供養する。僕が、 おじさんのその珍妙な行情を作文に書いて学習雑誌の検証に応募したところ2等のハワイ旅行が当たってしまう。ズーズーしいおじさんはそのハワイ旅行に雑誌の編集者の代わりに保護者としてついていくことになった。少年ドラマシリーズにて同タイトルで実写ドラマ化。1974年3月18日から4月12日18時5分マイナス18。 30で放送された NHK 名古屋製作ビデオテープが極めて高価で上書き使用することが状態だった時代のため数作を除いてこのシリーズは NHK に残っていないとされており本作も現存していない2016年11月3日公開の日本映画2015年10月5日に都内でクランクインし10月23日まで日本で撮影 10月30日から11月15日までハワイのオアフ島とハワイ島で撮影を行った。前半部分や主人公周りの設定は原作に忠実で、北独特のとぼけたセリフも多くがそのまま使われているが以下のような変更点がある。映画、探偵はバーにいるシリーズのプロデューサー須藤康氏がもう少し年齢を重ねた彼に演じてもらいたいと絶望し、 自ら脚本を書いて映画化を決定させた。ありがとうございます。